1. 地殻。2. マントル。3a. 外殻。3ビット、内殻。4. リソスフェア。5. アセノスフェア地球の断面構造。蘇生。鉱物症。力学性質から分類。プレートは地球の表面を覆う十数枚の厚さ 100km ほどの岩盤のこと。リソスフェアとほぼ同じで、地殻とマントルの最上部を合わせたもの。 プレートには大陸プレートと海洋プレートがあり、海洋プレートは大陸プレートよりも強固で密度が高いため、2つがぶつかると海洋プレートは大陸プレートの下に沈んでいくことになる。また、地下のマグマの上昇により、プレートに亀裂ができ、連続してマグマが上昇し続けると、その後プレートが分断されて両側に分かれることになる。 プレートテクトニクス仮説に基づくプレートのリストを一家に示す。主要なプレートの位置図、テクタニックスプレーツプレートは大きく分けると次の14から15枚とされている。一般的にはこれら14から15枚のプレートを地球上の全プレートと考える。上記の14から15枚のプレートを地球上の全プレートと考えると GPS の観測などでは 一つのプレート内で移動速度が異なる部分があって不自然となる。これを説明するために考え出されたのが以下のプレートである。40枚程度存在する。これらはすべて上記の14から15枚のプレートのどれかのグループに便宜的に分類されている。ただ、地質学的に見ても親プレートと完全に切り離されて独立しているものもあるがほとんどは 完全には切り離されておらず一部がつながっている。作り山運動によって3階の中に埋没しているプレート。注意、環境によってはリンクの位置が正しく表示されない場合がある。ありがとうございます。